牙がうずくわ。青天の霹靂がごとく乱世はお。ちょいと手合わせだ。レイディストーンチャレンジ。青天の霹靂がごとく乱世は訪れ、今や天下の趨勢はまさしく群雄割拠。くすぶる火種はやがて豪華となり、国を焦がすは必定。その矢先、我が宿敵謙信は足利従属を表明し、再び将軍家の治世とすることを選んだ。軍心が頭上に仰ぐ足利義輝とは、まことにそれほどまでの男なのか。そして新しく訪れるにふさわしき世とはどのようなものか、わしはこの目で、この魂でしかと見定めねばならぬ。あんたとならいい肩慣らしになりそうだ。と、補充。Not too bad。本番で会おうぜ。自らの知性に大戦乱を招いた。豊臣を追われた砂人が、自らの知性に大戦乱を招いた所業、それ自体を暴挙あるいは乱心と断ずるはたやすい。だがこの天下を覆い尽くさんばかりの熱気を見よ。将が将たるに、武士が武士たるに、今ほどふさわしくも輝かしい時勢はなかろう。まさに戦国武士の時代よ。わしとて武変の者、血のたぎりは抑えようもないわ。しかしだからこそ、理性は林のごとき静けさを抱えておらねばならぬ。全てを見定めるために。ああ、客か。もてなしてやるよ、俺たちが。教えてやるぜ、わびさびをな。待て、止まれ、サビスケ。お主、わしのもとへ来る気はないか。その心身を鍛え直すにうってつけの場所があるのじゃ。ダメです、それ以上僕に近づいては。ここあなたは消す。将軍とは、そもそも武家。地下に誰か。将軍とは、そもそも武家を束ねる統領である。古来その権力を支える。聞いてください、利家様。あなたと私は
すでに離れた小袖に過ぎない。そうはいかん、前田へ来い。お前を終わりに残してしまったことを償わせてくれ。迷える幕を、わしの出る幕はなさそうじゃが、どれ、少し背中を押してやろうかの。頼む、どうか邪魔をしないでくれ。勝家、さあ一緒に来るんだ。私には任がある。あなたと昔語りしろとは命じられていない。待て、聞いてね。利家さん、あなたがここで引かぬとあらば、この侵入者と共に切り捨てるのだ。勝家、それがしは諦めん。また必ずお前の前に立ってやる。よし、出陣するぞ。勝家、それがしに続け。お任せを、利家様。提灯小僧のごとく道を照らしてみせましょう。仰せの間。強いな、勝家。お前はいずれそれがし以上の将となるかもしれんぞ。もったいなきお言葉。しかしそうなることこそご恩返しとなりましょう。林のごとしなげるぞ。お行に上昇。どうした、勝家。政治に上院なし。お市様か。そうだろう。利家様、それは、その、どうか、信長様にはご内密に。あなたがいて、私がいて、お市様が。いや、私は傀儡だ。これもただ、一時の夢に過ぎない。わしに敗れ。力で己をしのぐ者あらば。豊臣陣。おかしなしかと。力で己をしのぐ者あらば、その者に権力の座を明け渡す。天下創生の御事りで、足利はそう鮮やかに宣言した。これほど潔く、かつ大胆な宣戦布告。将軍の、お主。友よ。カイの虎、何故今この時に。今この時だからこそ。邪魔するでない娘、怪我では済まぬ。まずい、このまま伝令されては警戒を強められてしまいますぞ。平凡だ。気迷いましたか、武田信玄。ここに荒らせられる足利義輝公なる。無論承知。引きなさい。このままではあなた様が逆賊の汚名を、うん、お主一体どのような悪手に浸っておるんじゃ。仲間がいる、敵がいる。そんなでっかい無敵が欲しい。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。たとえ我らを超えたとて、義輝様の剣技に絶望するのみよ。震え、貴様ら、足利の名を地に貶めるか。叫びすぎて息が切れていても、俺は無敵。
伝えなきゃ。幾百の貴様、目的は上杉か、それとも足利か。ふん、目下のところお主。足利と敵対するつもりなら我と手を組め。ほほう、貴様愚物め、後悔するぞ。わしをたばかろうなど100年早いは分かる。世の眼をくらませてみよう。新たかなる者たちよ、民よ、新将よ、ヨステル様の意のままに燃えよ。引き際を見極める災害のうち、毛利軍は撤退の兆しか。牙を剥くその時を楽しみにしていたのだが、惜しいな。おたわむれはほどほどになさい。キューソよ、猫は噛めても虎は噛めまい。この俺をそばに置こうというか、お前のその目はまさに無敵。あの後ろ姿についていくだけでなんか安心するよな。武田の道場など古い、時代は直江無敵道じゃこと、たける炎がごとく、鋭きこと、凍てつく氷のごとし。逆賊、我が射手し剣にて打ち滅ぼさん。勝てば官軍ということ願う。今のお主に勝ったとて決着とは思わぬ。それほどお主は儲けておるのだ。何を。面白い。今まで生きてきて最高に面白いな。まことに強きとはこういうものか。愛禅明王、お前は一体何を言っているんだ。山ほどもある熊を倒した俺こそ究極無敵。剣心よ、見ているがいい。このわしが、足利義輝はしのいでみせようぞ。貝の虎。義輝公から学べることなどない。何もかも違いすぎるのだ。お主が剣心を夢に酔わせておるのだ。それは、まさに言い得て妙だ、友よ。世は今や、群雄割拠の熱に浮かされた一人の将。だが、あの者には過去の世こそ真の姿であるよ。生まれながらにして帝王。それがお主の逃れられぬ定めか。いきさつは理解した。
しかし余とて剣士の端くれ、負けてやるわけにはゆかぬぞ。その方はまさに得がたきと、あの者が羨ましい。思い違いを。その方が命運を落とす相手は世ではないということか。あとは天が望むままに。それが定めだ、友よ。目覚めたか、剣心よ。いざ我らが定めの流れ掴む場所へ。かの地でわしらの定めが決する。わしとお主。来ましたね。ここが定めの流れ着く場所であり、全てが始まった地でもある。記憶の中のお主が。確実に見る夢がごとく。剣心様、あの男とならば共に手を携え歩む道を。軍神などと謳われていても、定めには決して逆らえない。山ほどもある熊を倒した俺こそ究極無敵。知り合いの子に教えを問われる俺こそ至高の無敵。剣心様の窮地を救い褒められた俺こそ超無敵。体調には気をつけろよ。この無敵との約束だぞ。無敵、素敵、不敵、無敵。よし、今日も完璧だ。所詮私の一匹のバス、そうあったい心から。剣士様、私は閻魔大王とも友達。俺がこの俺、直江兼継ぐ。その身に震えを宿す恥ではあるんです。今日一日間は無敵と叫ばず過ごして。発筆ぶりには自信がある。嘘だと思うなら無敵。明日の天気、それはもちろん晴れ時々無敵。お前に隠していたことがある。実は俺は無敵。良い夢を見た。俺が無敵になっている夢だった。俺とお前の腐敗伝説はまだ始まったばかりだ。雪が降っていないと俺は風邪をひいてしまう。主の名に恥じぬよう狂うことこそ我らが務め。そうだし、いつかあなた様の肩を並べてみせまするぞ。お前ら、そしてあの方、互いの定めに決着をつけるため、この地
あの方のお心打ちが。我が名を得ろ！無敵力は日の本一！この痛みは散りゆく者の慰めかな。レイの元は全て立つ。俺の名前は無敵カレツグ。誰が呼んだか俺は直江。上杉の忍び、名は春日であった。あまたのホタルビよ、私ごときが今さら出しゃばる幕じゃないと分かってもいるんだ。それでも私はあの方と行きたい。豊臣に無限の栄冠。お前を殺してでも。忍びよ、お主はすでに剣心の一部じゃ。故にお主も同じ運命の輪の中にある。御行に上昇、神域に上位なし。剣心様の一部。そうじゃ、さればこそ分身の名に恥じるよ。力と技の限りを尽くせ。来い、分身が剣のひらめきよ。すごい。うわー。さあ鞘に戻りなさい、私の剣。ああ剣心様、いつまでもそのおそばに。敵を撃ち生きて帰れ。命じることはそれだけよ。この日の元にて幾度となく釣り。時は来た。御行に上昇、神域に上位なし。待っておったぞ剣心。待たせてしまいました神剣。はあ、新たなる定めよ。御行に上昇、神域に上位なし、うん、これよりは共に歩もうぞ。さあ来たぞ、お主の国じゃ。そうか、嬉しいか。何の礼には及ばぬ。おかげでわしもこうして語らうことができる。これで酒があれば文句なしじゃ。そういえばお主も相当な酒豪だと聞いておるぞ。お主が申しておった場所はまだ先か。越後を一望できる山の頂。確かにお主が眠るにふさわしい。よし、着いたら酒盛りじゃ。心ゆくまで杯を交わそうぞ。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。いよいよわしが天下を治める。
神のための国づくりを始めようぞ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。